すいません、頼みたいことがあるんですけど。じゃあこの紙に住所と名前を。ご用件は？はい。これで何件目だ。完全に何でも屋と化しているな。飼い犬が行方不明になっちゃいまして、探してくれませんか？こうなったのも全部お前が悪い。俺？お前は昔からそうだ。困っている人間に手を差し伸べすぎなんだよ。お前もそうだ。その評判が広まってこういうことになったんじゃないのか。お前もほんとそういう性格直した方がいいって。そんなの社会に出ても損するだけだぞ。な、ノーと言える人間になろうぜ。もう人を助けないと誓え。わかった？ノー。そうじゃなくて。おい、犬拾っちゃったよ。どうしよう。どこ行ってたの、タクロー。何？厄介な奴がもう一人いた。話戻すけど、生徒会の仕事を間違えるなって言いたいのよ、俺は。もう金輪際依頼は受けるなよ。わかったな。ノー、ベッドマスぞお前。さっきからうるせえぞ。なんで犬で大爆笑してんだよ。